有限会社長崎立運は、長崎県大村市に本社を置く建設業者、運送事業者である。2005年4月1日から2007年10月10日まで、大村バスの通称名で、大村市内で、路線バスの運行を行っていた。長崎県大村市原町290の1、長崎立運は2005年4月1日、大村市内に、バス路線4路線を開設し、 路線バス事業に新規参入した。うち2路線は、長崎県交通局が不採算を理由に、前日の3月31日限りで撤退した、路線と同じルートを取る路線であり、他の2路線は、バス路線空白地域に新規開設された路線であった。路線バスの通称名は、大村バスとしたが、別会社ではなく、長崎立雲による直営であった。運行に際して、 大村市からの補助金は受けなかった。車両は29人乗りの小型バス6台をリースにより、準備した。しかし、開設以来各路線とも利用は低迷し、赤字が続き累計赤字額が約8000万円に達し、加えて、会社自体が経営難に陥り、車両のリース料の支払いも滞ったことから、事業継続が困難となり、大村市に補助金を申請したが却下された。 このため同社は2007年10月10日限りで全路線を廃止し、バス事業から撤退した。路線バスの車両黒木、坂口間及び南河内、坂口間は大村市北部の路線で2005年3月31日まで長崎県交通局が運行していた。黒木、坂口間は小中学生約20人の通学利用があったため、 廃止後の2007年10月11日より、大村市からの委託により、長崎県交通局が通学時間帯を中心に同区間を運行している。ありがとうございます。